皆さん、正直の福住徳です。本日はこのようなお熱い天候のもとお集まりいただきましてありがとうございます。長雲寺はですね、京都醍醐寺から拝領した五大明王という仏様と、国の重要文化財である愛染明王様という仏様がございまして、愛染明王は恋のキューピッド、人と人をつなぐ縁結びの仏さんです。皆さんこうして集まっていただいたのも何かの縁だと思います。ありがとうございます。今日は暑かったり夕立も心配なんですけど、楽しんでいってください。ありがとうございます。
さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、また温度で。温度で。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。どうも。今日は、まあ、あのジャズだったんですけど、どうですかね、いつも。いや、僕はすごい得しちゃったんですけど、はい、ずっと聞きながら、ジョーレッカーでね。え、銀さんも得したっていう感じですね。うん、どうですか、ね、ごめんなさい、私、今、来たばっかりだったので、はい、来たばっかり、申し訳ありません。でもやっぱ盛り上がってて、すごいいいですよね。よかったですよね。一応、バスが出てるんですけど、神山田まで一応出るような感じになってるんで、そのままスナックで、あの、歌ってもらえればいいかなと思っております。じゃあ、あの車内とりあえず適当にジャズかけとくんで、あのみんな踊っててください。はい、じゃあよろしくお願いします。からこの長雲寺、でジャズフェスティバル行われていますけども、その会場であります副住職さんに来ていただきました。すみません、ご紹介お願いします。稲荷山長雲寺副住職の雲の慶文、総令和慶文と申します。まあ、今日はその第1回のジャズフェスティバル、正式な名称が なんていうんですか。稲荷山ジャズフェスティバル in 長雲寺、テーマはソーブルー。ソーブルーどういう意味なんですかね。ソーブルーっていうのは、まあ、あのジャズの一番有名なクラブで、日本でソーブルーっていうのがあるんですけど、あの、まあ、そういうのに負けないようなあのジャズのイベントにしたいっていうのをあの企画した方からあの伺ってます。まあ、今回、まあ、お寺さんでジャズを行われたわけなんですけども、どういう思いなんでしょうか。そうですね、一番は、稲荷山の有志の方に、はじめお寺でジャズのイベントをやりたいという話を持ちかけられまして、はいはいはい、でそのイベントをやった、生まれた収益だとか、あとこのイベントによる稲荷山の認知度の向上ということで、全てが稲荷山のために循環されるっていうお話を伺ったので、うん、お寺としても、まあ、地域が活性化すればという思いで協力しました。なるほど。まあ、今回 T シャツも販売されたと思うんですけども、はいはい、そのデザインを考えたのはなんかどなたなんですかね。縁あって、私の妹が、はい、東京でデザインの仕事をしておりまして、あ、はい、彼女に頼んだら、まあ、心よく地域のためだということで引き受けてくださって作ってくれました。まあ、妹に限らず、はい、メンバー一人一人が皆それぞれ努力してこのイベントができたんだと思います。まあ、こういったお寺でこういう催し物をするっていうのはどういう思いなんでしょうかね。そうですね、私はまあ、さっきも申し上げました通り、
まあ、地域のためになればいいなっていう思いもありますけど、個人的には寺の副住職として、はい、あの仏さんに喜んでもらえれば、また長雲寺っていうお寺が少しでも多くの人に知ってもらえれば、あの有名な仏像もたくさんいらっしゃいますので、はい、そうなればいいなと思いました。なるほど。今後、まあ、お寺に限らず、まあ、地域どんな風に進めようと思ってるんでしょうか。はい、まあ、稲荷山がですね、まあ、今日より明日少しでもにぎわいが生まれればと思っています。まあ、それの一助になればなと思います。ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。まだまだ続きますね。来場していただいた方々も本当にありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。待ってました。はい、お待たせしました。さあ、これで今回富さんにお願いいたします。はい、富さんはですね、千曲市の公式キャラクターアン姫のイメージソングを作曲したりですね、また千曲市の観光大使にも任命されたりして活躍していただいてます。今日はこれ鳥をですね、しっかり盛り上げていただいてお願いいたします。はい、まず1曲目はこの曲からです。 Sing Sing Sing。 準備の方は大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、1年かかってますからね、はい、企画自体が1年前からですかね。まあ、はい、自分の、まあ、生まれたところなんですけど、はい、まあ、稲荷山っていうところで、僕はあんまりちょっと稲荷山の方と関わり合いを持たなかったんですけど、はい、でもちょっとある方が今のまんまだとその蔵の町、古い町並みとか寺町みたいなものを残していけないと、もう20年以上も市と町民がずっとこう何もせずやっていたところが稲荷山っていうところ で、そのまま行ったらもう来てしまったり、何か使いたくても使えなくなってしまう状況をもうどうにかしなければいけないっていうのを稲荷山の方から言われまして、何ができることないかっていうので相談に来られたのがきっかけで、で、昔からある、フーガっていうジャズ喫茶があるんですけど、そのね、方、まあ、ジャズ喫茶やってる方がジャズピアニストで、だからジャズピアニストがの方がやってた街並みがあるので、だったらそのジャズっていうもので、何かみんなが変わるきっかけを作ろうと、でそれをすることによって、まあ、街を修繕するとかではなくて、まずこういう街でこんなことができるんだっていうのと、みんなにいろんな方に見ていただきたいという
ことを作れるようなジャズフェスをしようと思うんだ。でこういう企画だったらどうですかって話で、さらにみんながこれだったらいいと、うん、ぜひやりましょうって言っていただいたんで今回やることになりました。まあ、稲荷山っていうところはもう正直今祇園祭しかない、イベント的なものは祇園祭しかない。祇園祭も正直そんなに、盛り上がるわけでもなく、はい、自分たちやってるっていうだけになってしまってる状態が多いんではないかと。でもやっぱりみんなで参加できる何かっていうのがちょっと少ないかなっていうのもありますし、でまあ音楽というものは世界から人が呼べると思ってるので、僕らは世界からそう呼んでやろうと、そのために俺らはこういうことやってるんだと。で世界中の人が稲荷山を目指してくるようなイベントにしなければいけない。でさらにその世界中の人たちがその稲荷山っていう街を見てもらって、こんな素敵なところがあるんだっていう再認識してもらう、さらに、再認識は地元の人ですけどね、認識してもらうっていうのと、地元の人がそういう見方があるんだとか、そういうことができるんだっていうものを再認識してもらうためのイベントっていう意味でやってます。今回、まあ、そういったイベントでかなり人が集まりましたよね。そうですね、1200人ほど集まりましたね、はい。まあ初めてで1200っていうのはすごい数字だと思います、うん。まあ、今後どんな風にこうやっていこうとか、まあ、どん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 これが発展していくもんだと思ってるので、うん、で僕らは考えてるのがもう一番は、今回、協賛いただいた企業さんがあるんですけど、はい、もう協賛に頼らない体質を作らなきゃいけないと、うん、で自分たちで運営できるようにならないと意味がないと思ってます。だから3回目ぐらいにはもう協賛に頼らない体質を作る、自分たちでやれるようにすると。そうじゃないと、還元までいかないと。まず、出すだけでは、出したり協賛、いただくようなことをしていくと誰かの負担になってしまう。一番誰かの負担になるようなイベントはやめようと、っていう立て付けでもう一番初めからやってますので、だから3回目以降はもう、自主運営ができるようにすると。そうしてそれを一番初め稲荷山から始めなければいけないと。今何のお祭りイベントでもみんな協賛ありきのものが多すぎると思う。でもそれはやって負担が大きいのでそれはやめた方がいいと思ってますし、それができるようなイベントにしていかなきゃいけないという意味でやってます、うん。はい。まあ、最後、まあ、結構雨が降ったんですけども、はい、もう帰ろうとしなかったっていうのが私から見たら皆さんも曲にこうハマってるっていうのとかね、はい、だからその辺がね、僕ら的にもゴーサインを出してる部分もあるので、はい、ね、最後までやってしまえっていうのもありますし、でもまあ事故がなかったっていうのが一番ありがたい話ですけど、でもいた人はみんな喜んでたっていうのはありますね。まあ、最後に、はい、来年に向かって何かこう、はい、抱負とかありますでしょうか。抱負っていうか、まあ、僕らきっかけを作ったので、はい、ここから、みんなが考えどうなっていったらいいのかっていうのが多分これからの稲荷山の課題になると思います。で、僕らはただ単に本当にきっかけしか作ってないので、はい、でもこれだけの人が来る街っていうのは多分今までね、長野県の中で一番繁栄してた稲荷山っていうところがあると思うので、それを復活させるとかではないにしても、みんなにが来てもらえるような街っていうのは多分稲荷山はできると思います。ポテンシャルはあると思ってます。だったらその何ができるのか、どういうことしていったらいいのか、みんながもっと考えて行動していったらすぐ街は変わると思います。だったらそのきっかけを僕らが作ったので、その手伝いもできたら一番楽しいと思いますし、できることはいっぱいあると思います。ぜひ地域を盛り上げるために頑張ってください。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたら最後、せっかくのね、アンコールですから、ジャズですからもう雷に負けないように最後セッションね、皆さんでできたらと思います。